本質的な価値っていうのは価値が分かる人だけが分かるものだと。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はなぜサイバーエージェント株価下落というテーマでやっていきたいと思います。はい、結論はですね、ゲームウマ娘バブルが終了したからというのが今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずということで、企業価値というのはですね、企業の利益創出能力ということです。結局この企業っていうのは今後どれだけの利益を稼ぐのかという、その合計っていうのが基本的な企業価値ということですね。だからということで、企業の成長っていうのはこれ利益の成長だということです。はい、故にということで投資家が分析しているのも利益だけということですね。はい、成長の物差しとして、売上を使っているわけではないということです。はい、まして、従業員数とか、ゲームのダウンロード数とかテレビの週間視聴者数とかですね、こういったものを、成長の物差しに使っているわけではないということです。はい、投資家っていうのは、経営陣よりも、ずっとずっとシンプルに物事を考えているということですね。はい、すなわちということで、利益創出能力の評価が上がったらその企業の企業価値が上がるということですね。そうすると、時価総額株価も上がっていくということです。はい、そしてということで、逆にその企業の利益創出能力への評価っていうのが下がった場合っていうのは、企業価値が下がって、それで時価総額株価も下がっていくということですね。で、今回のサイバーエージェントに関して言うと、ゲームウマ娘の大ヒットによって、利益創出能力、サイバーエージェントがですね、利益を稼ぐ、その利益創出能力への評価っていうのが上がったということです。そうすると企業価値が上がったんで、時価総額株価も上がっていったということですね。はい、そしてということで、ゲームウマ娘バブル終了によって、利益創出能力の評価が下がって、それはすなわち企業価値の低下ということなので、必然的に時価総額株価も下がっていったということです。はい、もう本当にそれだけということですね。ただ投資家が興味関心があるのはあくまでも利益、そしてその企業の利益創出能力だけということです。はい、ちなみにということで、ウマ娘発表後のですね、ゲーム事業、サイバーエージェントのゲーム事業の利益推移ですね、直前のですね、四半期ごとで、比べてみたときにということで、こういう推移だったということですね。はい、つまりということで、最も勢いがあったのはですね、2021年1月から3月ですね。これが10、11、12の直前期に比べて、営業利益っていうのが221億増えて、合計232億になりましたということですね。ウマ娘って2月24日なので、実質1ヶ月ちょっとでですね、利益が221億増えて232億になりましたということです。で、その後のすぐ直後の、2021年4月から6月の3ヶ月っていうのは、さらに営業利益が210億増えて、ゲーム事業だけで442億の利益を出しましたということですね。このですね、2021年2月24日に発売されてからの、約4ヶ月ちょっとっていうのが、一番勢いがあったということですね。はい、逆にということで、サイバーエージェントの経営陣の認識ほど、大きなプラス影響を実は生んでないのが周年イベントということです。ゲームがですね、発表されてからですね、例えば半年ですよね、ハーフアニバーサリーとかね、1年ということで、1年1周年とかですね、そういう、周年イベントっていうのは、結局経営陣が認識しているほど実は大きなプラス影響っていうのも生んでないということです。はい、ちなみにということでですね、0.5 周年ハーフアニバーサリーの時ですね、だからなので、これは8月ということになりますけれども、直前の3ヶ月から比べると営業利益が161億減って、281億だったということですよね。はい、そして1周年ということですけれども、これはだから昨年に2022年2月24日周辺ということになりますけれども、この1周年の時は前の
3ヶ月に比べて営業利益が42億増えて213億だったということですよね。でそして、昨年22年の8月ですよね、8月24日、前後、ということになりますけれども 1.5 周年と、いうことですが、まあ、こちらの方は、まあ、前3ヶ月に比べて、まあ、利益が23億増えて121億だったということですよね。でそうすると、まあ、0.5 周年の時が281億、1周年の時が213億、で 1.5 周年の時は121億ですから、なので、まあ、結局周年イベントっていうのは、まあ、利益の下落トレンドっていうのを、まあ、変えるほど大きな影響っていうのを実は与えてないということです、はい、だからということで、まあ、直近ですね、まあ、23年第一四半期の、まあ、ゲーム事業で、まあ、利益がですね、まあ、結局、まあ、前の3ヶ月に比べて69億減ったということの、69億減って、まあ、合計ですね、まあ、わずか52億だった説明としてですね、まあ、周年記念前の、まあ、端回帰によりということで、まあ、次の第2四半期がですね、まあ、結局ウマ娘の2周年イベントなわけですよね。2周年イベントっていうのが今度の、まあ、2月24日で、まあ、あるということですよね、まあ、その前だから、だから、まあ、結局ゲーム事業で利益が減っているんだという、まあ、そういう説明になってるんですけれども、まあ、全く本質的な説明になってないということです。これが理由じゃないということです。だから周年イベントの間だから利益が減ってるっていう説明は本質的な説明になってないということです、はい、もし仮にですね、まあ、次の2周年記念というのが1年前の1周年記念ほど、まあ、盛り上がったとしてもですね、まあ、結局、まあ、今回がですね、まあ、結局52億でしたと。で1年前はですね、まあ、プラス周年1周年イベントで、まあ、42億利益が増えているので、まあ、単純にもし同じだけ利益が増えたということになると、まあ、94億になるということですよね。でそうすると、まあ、1周年の時っていうのは、まあ、合計213億の営業利益を出してたわけなので、仮に同じくらい盛り上がったとしても、まあ、56% 営業利益は減っていることになるということです、はい、つまり、まあ、ウマ娘バブルっていうのはこれはもう完全に終了しているということですよね。だから、まあ、ピークっていうのはそのね、ウマ娘っていうのが発表された最初の4ヶ月ぐらいっていうのが、まあ、爆発的に、まあ、結局利益を稼いで、まあ、そこからは、まあ、ひたすら、まあ、右肩下がり傾向に、まあ、利益面ではなっているということです。はい、では、まあ、なぜウマ娘バブルっていうのは、まあ、これほど早く終了してしまったのかということなんですけど、はい、理由はですね、これ収益化方法なんですよね。だからゲームのその本質とか、まあ、はっきり言って品質、クオリティとかっていうことではなくて、どうやって、まあ、売上利益を稼ごうとしているのかという、その収益化の方法に、まあ、一番大きな原因があるということです。はい。で、まあ、ウマ娘の収益化方法っていうのは、まあ、いわゆるフリーミアムと呼ばれている、まあ、そういう収益化方法なんですよね、はい、すなわちということでフリーとプレミアムを合わせたフリーミアムということですけれども、はい、99% のユーザーはこれはもうフリーですと、まあ、要するに無料でゲームを遊びますと。で 1% のユーザーがお金をゲームに対して払いますという、まあ、そういうビジネスモデルっていうかですね、まあ、マネタイズの方法ということです、はい、つまりということで、まあ、ウマ娘っていうのは、まあ、延べですよね、まあ、1人がですね、まあ、2回も3回もダウンロードしていますので、実際は1600万ダウンロードっていうのは1600万人が遊んでるっていうことにはならないんですけれども、まあ、延べ1600万ユーザーのうち、まあ、99% の、まあ、1584万人は、まあ、実質無料で遊んでるということですよね。要するにウマ娘っていうゲームに対して、まあ、1円も払ってないということです、はい、それに対して 1% のですね、まあ、16万人、まあ、これ全て延べということになりますけれども、はい、こちらの方は、まあ、課金ということで、実際ウマ娘というゲームを遊ぶのに関して、まあ、お金を実際は払ってるということですね、はい、でちょうどですね、まあ、飛行機の、まあ、国際線エコノミークラスとファーストクラスのような、まあ、似たような関係ということですね。実際エコノミーの お客様っていうのは、まあね、無料じゃなくてお金払ってるので、まあ、全く一緒ってことじゃないですけど、イメージとしては似たような関係ということです、はい、例えばということで、まあ、東京からパリのですね、まあ、国際線航空チケットっていうのが、まあ、エコノミークラスだったら例えば19万円ですと。でファーストクラスだったら250万円ですと。
ということで、まあ、全く同じ距離を移動するのにですね、まあ、チケット代が例えば13倍違ったりするということですよね。でそうすると、まあ、航空会社からすると、まあ、エコノミーのお客様のチケット代でですね、まあ、経費ですよね、まあ、実際例えば飛行機を飛ばすって言った時に、まあ、例えば燃料代だとか人件費だとかですね、まあ、そういったものがかかるので、そうした時に、まあ、エコノミーのお客様のチケット代で、まあ、経費っていうのを賄って、そして、まあ、ファーストのクラスのお客様のチケット代で、まあ、利益を出させていただくという、まあ、そういう収益構造になってるわけですよね。で同じようにということで、まあ、ゲームウマ娘の場合も、まあ、無料ユーザーにはただただゲームを楽しんでいただいて、まあ、ガチ勢のですねユーザーへの課金ですよね、まあ、ガチャっていうこうねこうくじを引くような感じなんですよね。だから自分が欲しい、まあ、例えばウマ娘キャラクターであるとか、もしくはそのキャラクターを育てるのに、まあ、使う、まあ、道具サポートカードとか、まあ、そういったのをですね、まあ、くじっていう形でこうね、まあ、手に入れるんですよね、まあ、そのくじを引くのを、まあ、ガチャを回すっていう言い方をしてるわけですけど、まあ、要するにその課金ガチャにて、まあ、利益を出させていただくということです。はい、で問題はですね、まあ、国際線チケットのエコノミーとファーストっていうのはこれはサービスの間に相当な差が実際あるわけですよね、うん、だから、まあ、例えばもちろん座る座席が違うし、それは場所が違うだけじゃなくて広さも違うわけだし、まあ、どれぐらいこうね、後ろに倒すことができるかっていう、 こうリクライニングの角度っていうのも違うわけですし、まあ、もちろんその出される、ね、例えば、まあ、パリまで行くってことになると、まあ、14時間ぐらい飛行するということになるわけなので、まあ、何回もまあですね、まあ、食事とかが出されるわけですけど、当然その食事の内容とかっていうのも違うし、まあ、はっきり言って何人のお客様に対して1人の CA キャビンアテンダントがつくかというのも違うし、もちろんその飛行機に乗る前、そして降りる時っていうのもですね、まあ、違ったりするわけですよね。ファーストクラスだったら専用ラウンジで、まあね、搭乗を待つことができるとかですね、いろいろやっぱり違いがあるわけですよ。それは当然チケット代がですね、まあ、13倍も違えば、まあ、サービスには相当差があるわけですよね、まあ、そこに対して、まあ、満足感があれば、まあ、ファーストクラスのお客様は、まあ、満足するということですよね。だから、まあ、国際線チケットの、まあ、エコノミーとファーストっていうのには、まあ、サービスの間に相当差がある、実際あるにもかかわらず、一方ですね、ウマ娘の場合っていうのは無料ユーザーと課金ユーザーとの差っていうのがほとんどないんですね。ここがこのゲームの一番の問題ということです。ゲームとして その作品としてはもう全く問題がない、もう本当にですね、まあ、素晴らしいゲームなんですよね。もう品質としてはもうほぼ最上級の品質の作品になってるんですけど、収益化の方法は大きな問題があるということです。はい、じゃあ無課金と課金をする、まあ、重課金で何が違うかっていうと、お金でジュエル、まあ、このジュエルっていうのを使って、まあ、ガチャを回すんですよね。要するにくじを引くみたいな感じですけど、お金でジュエルを購入することでたくさんガチャを回せる程度しか差がないということです。はい、だから、まあ、無料でずっとゲームを遊んでる人たちも、まあ、ジュエルっていうのはゲームをプレイすることによって、まあ、貯めていくことができるんですよね。でお金じゃあなんで払うんだって言ったら、まあはっきり言ったらお金でジュエルを購入するってことができるので、まあ、無料の人よりもたくさんジュエルが持てる、つまりたくさんガチャを回せる程度しか差がないということです。はい、つまりということで、あえて課金してまで、まあ、たくさんガチャを回した方がいいのはですね、まあ、毎月1回で開催される対人戦ですよね、まあ、ゲームの中でチャンピオンミーティングと呼ばれているものですけれども、まあ、そこで本当に神人への差で勝ちたい、まあ、超ガチ勢だけということです。うん、だから、まあ、結局ですね、ゲームっていうのは基本的には、まあ、自分一人でプレイしてですね、まあ、どれぐらいウマ娘っていうのを、まあ、上手に育てられるか、どれだけ強い、もしくはどれだけ点数の高いウマ娘を育てられるかっていうことで基本一人完結なわけですけど、まあ、イベントとして毎月1回チャンピオンミーティングっていうのが開かれるんですよね。でこれは、まあ、結局、まあ、全国で、まあね、それぞれの人が育てたウマ娘と一緒に走らせて、まあ、それで勝つという、まあ、そういうイベントがあるわけですけど、まあ、そこは本当に超ガチ勢の人たちが、まあ、取り組んでるわけですよね。本当になんかね、そのウマ娘に、ね、この距離のこのレース場だったら、ね、最
初の、ね、何秒間で発動するこの加速スキルを1個余計に多く積んでみたいな、もうめちゃめちゃガチでやってる人たちだけなんですよね。それぐらいなんかガチでやって、もう本当になんかね、そのトップ 1% とかトップ 0.1% じゃなくて、もう本気でなんか全国1位みたいなのを目指している、もうごくごくわずかの超ガチ勢だけなんですよね。その人たちであれば、まあ、はっきり言ってたくさんガチャを回すとですね、まあ、例えばそのサポートカードっていうのの、まあ、すごい細かい差ですよね、っていうのがまあ生きてきたりするので、まあ、そういう人たちだけだということです。まあ、本当にたくさんなんかジュエルを購入してたくさんガチャを回した方がいい人たちっていうのは、まあ、その対人戦でもうとにかく紙一重の差で、あ、加速スキル1個余計に積んだ分勝てたみたいな、そういう、勝負で勝ちたい超ガチ勢だけで、残り 99% 以上、もうはっきり言って 99.9% 以上のユーザーっていうのは、まあ、無料配布のジュエルでガチャを回すだけで、まあ、ゲームそのものを、まあ、全て満喫できてしまうんですよね。要するに対人戦で、まあ、勝てないかもしれないけど、逆に言えばそれだけということです。だからまあそのシナリオとかを全然クリアすることもできるし、はっきり言ってまあスコアのまあかなりいいですね、スコアのまあ馬娘っていうのをまあ全然育てることもできるということです。まあ、別に馬娘っていうゲームに対してただの1円も払わなかったとしても、かなりのまあ馬娘っていうのを育てることができるんですよね。だからはっきり言って全く困んないっていうことなんですよね。はい、なのでまあゲーム馬娘っていうのは、まあ無料でゲームするユーザーには非常に良心的なゲームということで、こんな品質が高いゲームをですね、まあ、半年1年1年半とで、まあ、今度2年ということになりますけれども、それぐらいの期間ずっと遊ばせてくれるという意味では、まあ、めちゃくちゃ良心的なゲームではあるんですけれども、逆に500万とか600万とかね、そういう重課金するガチ勢にとっては特別感がほとんどない、何とも報われないゲームになっているということです。はい、でもし仮にですね、まあ、国際線の航空チケットであえて13倍も高い金額を支払ってファーストクラスに乗ったお客様が、まあ、エコノミーのお客様とほとんど同じサービスを受けたとしたら、これどうなるかっていうことですよね。はい、次もまたファーストクラスのチケットを買うと思うだろうかということです。すごい高いチケット代を払っているにもかかわらず、受けることができた、まあ、サービスとか待遇があんまり変わらなかったということであれば、じゃあまた次もファーストクラスのチケットで、まあ、飛行機に乗ろうとするだろうかということですよね。まあ、そんなこと思うはずがないということです。であればゲーム馬娘もまあ同じということです。はい、まあ、1ゲームに対して500万とか600万とか、っていうふうにまあ重課金しても、まあ、無料ユーザーとほとんど同じ結果しか得られない、っていうのであれば、まあ、当然ですね、まあ、いずれ馬娘に対して課金しなくなっていくわけです。はい、で結局ということで、まあ、無料ユーザーはこれ課金しないんですよね。ずっと無料のままということです。はい、それで全く困らないということですよね。要するに月1回の対人戦チャンピオンミーティングにこだわらなければ、はっきり言ってゲームとして困ることはほとんどないということです。はい、一方ガチ勢に関しては最初は重課金するわけですよ。うん、だからゲームが出た瞬間っていうのはですね、やっぱり人よりも、まあね、特別な馬娘っていうのを育てるために特別なサポートカードっていうのをですね、まあ、どんどんですね、まあ、枚数重ねて貫突させていこうというふうにするので、最初すごい重課金するわけですよ。でもはっきり言って重課金しても、はっきり言ってそのゲームのまあほとんどの部分では差がつかないということになると、まあやがて課金しなくなるということですよね。だからまあ単純に課金してくれる人が時間とともに減り続けていくと。で無料の人はもうずっと無料なわけですよ。で最初有料でかなり重課金してる人たちもだんだんその課金をあんまりしなくなっていくということなので、まあ利益面で、会社の利益面で見たときに、まあ、当然ですね、まあ、ゲーム事業は、まあ、利益は下落トレンドになっていったということです。はい、だからということで、まあ、もし、利益のことだけ考えるならばですね、例えばずっと無課金のままだと、まあ、ゲーム全体を満喫できない収益設計にするかということですよね。だからここの部分は無料だったら遊べるんですけど、ここの部分で遊びたいということであれば、まあ、課金してくださった方だけが遊ぶことができますみたいな、まあ、だから全部は満喫できないと。無料でここまでは遊べますと、だけど有料の方だけはここでも遊べますみたいな、もしくはこういうイベントに参加することができますとか、まあ、そういう、まあね、ずっと無課金のままだったら
ゲーム全体を満喫することはできない、一部しか遊ぶことができないというような、まあ、そういう収益設計にするか、それとも、まあ、重課金で育てた場合は、まあ、無課金で育てるよりも10倍ですよね。もう明らかにもう目に見えて、例えばそのね最後の評価点っていうのがもう全然違うと、ね、無課金だったらもうここまでが限界だけど、重課金で、ね、このサポートカードを使えばですね、まあ、しかもその重課金の人たちしか手に入れることができない、もしくは監督することができない、まあ、そのカードを使えばもう例えば評価点が10倍違うとかですね、そういう、ね、強い馬娘にできる収益設計とかにするかしかまあないわけです、はい、そう、もしそれぐらい差があればですね、まあ、無課金の人は遊べないゲームがあるとか、遊べないイベントがあるとか、遊べない参加することができないものがあるとかですね、もしくはもうねはっきり言ったら無課金と重課金の人たちが育てた馬娘は10倍違いますみたいな、まあ、それぐらい差があれば、まあ、課金してくれる人っていうのは減らないわけですよ。なんかガチ勢の人たちっていうのはずっと課金し続けてくれるということですよね。逆に最初は無課金で始めたかもしれないけど、いやあんなに差があるんだったらっていうことで、まあ、最初は無課金でゲームを始めたんだけど、まあ、途中から少し課金をしていくという人が出てきたりするので、まあ、結局ゲーム全体で課金してくれる人っていうのが減らないということになるわけですよね。でそうすると、まあ、会社として、まあ、ゲーム事業として、まあ、利益を確保し続けることができるということです、はい。でまあ、このような差をつけた対応ですよね。だから結局これはユーザーに対して、まあ、差がついてるわけですよ。要するにファーストクラスのお客様とエコノミーのお客様で待遇サービスに差がついてるっていうのと一緒で、ウマ娘っていうゲームをダウンロードしたんだけど、そのダウンロードしたユーザーに対しての、まあ、対応サービスっていうのが違うと、こういう差をつけた対応っていうのがもし 99% の、まあ、無課金ユーザーへの配慮で、まあね、会社としてもしできないというのであれば、だったらこういうフリーミアムというですね、まあ、そもそも長期的な成功が難しい収益化方法っていうのを、まあ、取るべきじゃないということです、はい。フリーミアムっていうので、まあ、成功が10年以上続いているのはですね、まあ、実質、まあ、パズドラとモンスターストライクモンストのもうわずか2作品だけということです。この10年間でスマホの、まあ、ゲームなんてもう数いくつ出てるかはっきり言って知らないですけれども、それはもう何百とか何千とかじゃ聞かないはずなんですよね、まあ、下手すると何万っていう数の、まあ、ゲームっていうのが、まあ、スマホの、まあね、ゲームで出てるということを思うんですけど、まあ、少なく見積もっても何千は確実に出てるわけですよね。でその何千という作品の中でこのフリーミアムですよね。だから基本無料で遊べるんだけど、一部のガチの人たちが課金するというので、ずっとまあ会社として事業として利益を稼ぎ続けている、10年以上稼ぎ続けることに成功することができたのはわずか2作品だけということです。パズドラとモンスターストライクモンストだけということです。だからめちゃくちゃこの収益構造ビジネスモデルって難しいんですよね、長期的な成功がもともと。はい、なので、まあ、もし全ユーザーに同じような対応を取るということであれば、まあ、現在の更新アップデート形式ではなくて、まあ、任天堂がやってるようなマリオシリーズとかゼルダシリーズとかポケモンシリーズとかのようにですね、まあ、毎年とかもしくは毎月とかで何らかの新作ゲームっていうのを発売し続けて、でその都度ゲームを購入してもらうという、まあ、普通の販売ですよね。要するにゲーム作りました、売ります、買っていただきました、収益が上がりましたという、そのゲームを作って売るという販売という、まあ、極めて当たり前の普通の収益化方法というのを取るべきということです。もし全てのユーザーに同じ対応待遇もしくはサービスをしたいということであれば、もうそれはゲーム作ってゲームを売るという当たり前の収益化方法ですよね、まあ、事業構造にするべきということです、はい。で最もということで、まあ、ゲーム事業というのはですね、まあ、親会社サイバーエージェントがやっている事業というよりは、まあ、子会社サイゲームズがやってる事業なんですよね。だから、まあ、結局親会社サイバーエージェントの経営陣はですね、まあ、メディア事業に関しては、まあ、ユーザーの心理っていうのを、まあ、よく理解できてる。これは、まあ、はっきり言ったら親会社直轄、なので、だから親会社の経営陣が本当にね、24時間365日ガチでやってるのが、まあ、メディア事業ですよね。だから当然ですね、まあ、自分たちで、まあ、例えばインターネットテレビアベマとかめちゃくちゃ見てるし、実際使ってるし、だ
からユーザーの心理っていうのをよく理解することができていたとしても、まあ、子会社サイゲームスがですね、まあ、5年の開発期間をかけて、まあ、全身全霊で作った、まあ、ウマ娘という、まあね、ゲームに対しては、まあ、なぜこのゲームに対して500万とか600万円とかも重課金してくれるのかというですね、まあ、超ガチ勢の気持ちっていうのがはっきり言って親会社サイゲームスの経営陣にはこれは分からなかったということなんですよね。だから彼らがですね、まあ、求めてるのは、まあ、みんなのウマ娘などではないわけですよ。そんなことのために500万とか600万とか自分のお金を使ってるわけじゃないということです、はい、でじゃあなんでそんなにお金使うのかって言ったら、それは自分が全力で推してるウマ娘を特別な子にしたいというその思いがあって、だからお金をすごい課金してるんですよね。はい、でその彼らの本当に純粋な思いっていうのが、まあ、親会社の経営陣に、まあ、結局このウマ娘という作品に関しては届くことがなかったということです、はい。まあ、ちなみにですね、まあ、ウマ娘を作った子会社サイゲームズの株主構成っていうのは、まあ、サイバーエージェントが 61.7% の株を持ってますと、で DNA が 20% で任天堂が 5% 持ってるんですよね。で、まあ、歴史にもですね、まあ、それから投資にも、まあ、if もしもっていうのには何の意味もないということはもう100も承知でですね、それでもあえて if もしもと、子会社サイゲームスの 50% 超の筆頭株主がサイゲームスではなくて任天堂だったらですね、子会社サイゲームスが作ったウマ娘っていうのを、まあ、日本、韓国、台湾だけではなくて、まあ、欧州、北米、南米などですね、まあ、全世界に展開していたということです。まあ、任天堂の売り上げって、ね、海外 80% ですから、日本の売り上げ 20% で海外 80% なんですよね。だから任天堂の、まあ、だからマリとかゼルダとかポケモンだっていうのははっきり言ったら全世界で遊ばれてる、まあ、そういう、ゲームだし、まあ、任天堂っていうのはそういう会社ということですよね。はい。で、まあ、なぜかっていうと、じゃあなぜウマ娘を全世界展開しただろうということが言えるかっていうと、本質的な価値っていうのは価値が分かる人だけが分かるものだということですよね。だから価値っていうのは絶対的な価値じゃないわけですよ。この宇宙、この地球、この世界に絶対的な価値ってないんですよね。まあ、はっきり言って。絶対的に、例えば 全人口80億人全ての人が同じように認識する絶対的な価値ってこれないわけですよ。あるとしたらそれ全部相対的な価値なんですよね。だからある人にとっては500万、ある人にとっては1万円、ある人にとっては無料ですよね。っていうものなわけですよ、価値っていうのは結局、だから価値っていうのは価値が分かる人だけが分かるものなんですね。だから全世界80億人全ての人に価値分かってもらおうとかっていうのはありえないということです。その全く同じ商品、全く同じサービスに対して500万払っても安いって感じる人もいれば、1万円でも高いっていう風に感じる人もいれば、それどう考えても無料にしか思えないっていう人もいるわけですよ。だから価値っていうのは、本質的な価値っていうのは価値が分かる人だけが分かるものなんですね。だからゲーム専業の任天堂であれば、サイゲームスのウマ娘っていう作品がですね、まあ、どれほどすごいゲームかっていう価値が、まあ、世界で最も分かるということですよね。だからサイバーエージェントにとってはゲーム事業っていうのは一つの事業、複数ある事業の中の一つの事業に過ぎないわけですよ。でも任天堂の場合はゲーム専業会社ですから、だから全世界で毎年毎年ゲームを作って売ってる会社ですよね。であればそのサイゲームスが作ったウマ娘っていうゲームがどれほどすごいゲームかっていうのが、サイバーエージェントよりも任天堂の方が価値はよっぽど分かったはずだということです。はい。でもし任天堂がウマ娘を全力でですね、それこそヨーロッパ、アメリカ、南米、そういった全世界でまあ展開していたら、まあ、ウマ娘はまあ10年、20年、30年とね、マリオとかゼルダとかポケモンみたいに長期にわたってまあ全世界で遊ばれるゲームになっていたはずということです。それぐらいやっぱり品質、クオリティという意味ではこのゲームはもうずば抜けてるんですよね。まあ、すごい作品をまあサイゲームスは実は出してるということです。はい。しかし、まあ現実サイゲームスの筆頭株主っていうのは、まあ任天堂ではなくてサイバーエージェント、これが現実なわけです。だから
まあね、周年記念前の端会議により利益減少とかっていう、まあ、なんとも的外れな、まあ、説明とともに、まあ、ウマ娘が単なる一バブルとして、まあ、終了してしまったということですよね。だからこのゲームの作品の、まあ、品質クオリティっていうのが、まあ、全然ね最大化されることがなかったということですよね。単になんか出した瞬間一番盛り上がった、そしてもう2年経ったらねもう相当ね利益喪失能力が低下してるという、まあ、極めてなんかね1回のなんか大きなバブル、という形で、まあ、終わってしまっているということです。はい、そしてですね、まあ、ウマ娘の利益減少傾向とともに、そのままサイバーエージェントの株価も下落していったということです。そもそもなんで大きく上がったんですかって、それはウマ娘が大きく利益を稼いだから、だから企業価値が上がって時価総額が上がって株価が上がってたわけですけど、まあ、逆にウマ娘がもう利益を稼がなくなっているというのがもう数字で明らかなので、でなれば、まあ、はっきり言ったら投資家が見積もる企業価値が下落して、そのまま時価総額株価が下落していったということです。はい、ということで、なぜサイバーエージェント株価下落というのが今回のテーマだったんですけど、結論はゲームウマ娘のバブルが終了したからということです。はい、もし今回の動画ですね、あなたも役に立ったということであれば、高評価、チャンネル登録、そしてメルマガ登録ですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう